はいどうもスリプラです。今回は新武器の勝因の響くコロを貫突しまして、実装から数時間使ってきましたんで、分かったことを3つの観点からお話しします。ざっくり言うとこんな感じです。この武器を使う上での注意点、攻撃速度の変化はどうか、狼の末路を持っていた場合引くべきか、この3点でお話ししていきます。ちなみにこの武器を貫突するにあたってかなりのガチャを引きました。詳しくは私の動画でおなじみの虚無ガチャでお伝えしますので、動画のアップをお待ちください。とんでもない引きっぷりとなっています。また私の財布が転生を食らいました。キャラに関しては二突したいと思ってますが、とりあえず当面は無突で使っていこうと思います。はい、少し脱線しましたが本題いきましょう。はい、まずは勝因を使う上での注意点なんですが、皆さんが気になっているであろう終焉を嘆く歌とのバフ効果の兼ね合いですが、この武器シリーズにはこのような記載がされています。千年の大学章のもたらす各効果中、同種類の効果は重ねがけ不可。これなんですが、一見わかるようでよくわからんという方がほとんどではないでしょうか。私は終焉を嘆く歌も持っていますので、終焉のバフ効果と比較してみます。はい、こちら終焉は無凸なんですが、バフ効果はこのようになっています。元素熟知プラス100、攻撃力プラス 20%、 そして貫突勝因のバフ効果を見てみましょう。通常攻撃速度プラス 24%、 攻撃力プラス 40% となっていて、ここで注意点なんですが、先ほどの記載にあったように同種類の効果は重ねがけ不可なんで、この2つの同種類といえば攻撃力バフになってきます。これは重ねがけ不可で、元素熟知や攻撃速度に関してはしっかりとお互いのバフはかかります。ただここで修正案件ともいえるとんでもない罠が仕掛けられています。まずはこちらをご覧ください。はい、こちらはエウルアが勝因のバフを獲得したステータスになります。攻撃力に注目してください。3068になっています。ではここに終焉を装備させたフィッシュルで終焉側のバフを重ねてみます。断罪の名において、はい、このようなステータスになります。お気づきの方もいるかと思いますが、攻撃力2851に下がっています。ただ元素熟知に関してはしっかりとプラス100されています。攻撃速度も上がった状態なんで、単純に後からかけられた終焉の攻撃力 20% アップが勝因の攻撃力 40% アップを上書きしてしまっているという状況になっています。重ねかけされなくてもいいんですが、せめて高い側のバフは維持してほしいなと思います。これに関しては修正されそうな気はしますが、現状こうなっているんで、今飛行か悩んでいる方は今後の運営の動向を伺った方がいいかなと思います。はい、次に攻撃速度の変化についてですが、まずは攻撃速度プラス 24% がどれぐらいなのか、通常状態と比較した動画をご覧ください。はい、このように比較してみると結構差があるように思いますが、実際運用していると正直劇的な変化は感じられません。貫突してこれかといった感じです。エウルアは元素爆発時に通常攻撃を当てることによって降臨の剣にエネルギーを貯めることができますが、このエネルギーを貯めたいという点においてはこの攻撃速度は優秀ですが、勝因バフにもクールタイムがあって常時発動しているわけではありません。であればキャラの貫突効果でエネルギーを貯めた方が確実なんで、エネルギー蓄積に関しては武器を貫突するぐらいならキャラを貫突する方が有益かなと思います。はい、先ほどの2つの点を踏まえた上でズバリ引くべきかどうかをお伝えすると、余裕があれば1本は確保しておくべきと、ふんわりした感じでお答えしておきます。エウルアが装備する場合、末路も勝因も見た目のダメージはほとんど変わりません。注意してほしいのは、見た目のダメージが同じだからといって末路と勝因は一緒だと思わないでほしいです。攻撃速度アップバフは武器として現状唯一無二ですし、単純に DPS が上がることは間違いないです。終焉もそうですが、サポート要素がある武器というのは今後型落ちする可能性が低いです。そして勝因を持つことで本来サポート能力がないキャラもサポートとして立ち回ることができるようになるという新たな可能性を秘めているということも忘れてはいけません。勝因は攻撃を当てるだけで簡単に発動できることもポイントが高いです。単純な火力を追い求めた場合、末路で十分ではありますが、それ以外の付加価値を求めるのであれば勝因を1本確保しておくことをお勧めします。
はい、いかがだったでしょうか。攻撃速度アップというのはアクションゲームにおいて誰もが注目している要素だと思っていて、爽快感やゲームをプレイする楽しさに直結しています。私は攻撃速度アップという言葉に弱いし、エウルアとの見た目相性も抜群ということで迷わず貫突しましたが、引いて後悔は全くありません。今までと少し違った感じで原神をプレイしたいという方はぜひ勝因の響く頃引いてみてはいかがでしょうか。もちろん注意点として挙げたバフの重ねがけには十分注意してください。はい、では今回は以上になります。動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画で会いましょう。